と、これはまるでクリスタル畑ですな。わあ、危険なことさえ気にしなければ見た目はとても素敵ですね。その通りっす、綺麗っす。軽く見ただけですが、これだと地図は役に立たなさそうですね。クリスタルが生えているせいで地図と様子が全然違います。そういう時のためにリバリンがいるんじゃないですか。はあ、まあそうなんですけどね。私暗記は得意なんですが、新しい道を見つけるのは自信がなくて。そうだったんですかな。なんて嘘です。本当は大得意ですよ。これでもパスファインダー部隊のリーダーですから。そう来なくちゃですぞ。それにしてもどうしてここはこんなにクリスタルが生え放題なんでしょう。中規模の都市だったそうですから、クリスタルの養分になるエネルギーはたくさんあったはずですな。それにあそこを見てくだされ。これほど大きな都市の光源のほとんどをあれ一つに頼っていたようですな。近づいたらかなり暑そうですな。すなわち莫大なエネルギー源ということですぞ。きっとあそこにクリスタルの根源があるに違いありませんな。もしくはそれと同じぐらい重要な何かですかな。とりあえずあれを目指すということで、どなたか異論はありませんかな。わあ、やる気満々ですね。最初からそうでしたぞ。それにあんなものが見えてしまっているわけですからな。それでやる気が出ないなら知識欲への冒涜ですぞ。そうですか。オペレーター氏、マップのマーキングをお願いしますぞ。進むべき道がわからなくとも通った道は記録しないといけませんからな。はい、すでに準備は完了しています。それにしてもそちらはユブラリオ氏の濃度が極めて低いようですね。ここまで綺麗というか良好な通信状態は初めてです。それもいずれ要調査ですな。エブラ粒子とクリスタルに何か関係があるのかもしれませんぞ。はい、了解しました。で、どこに行けばいいですか。まずは直進してください。この様子だといずれ分かれ道に出るはずです。そこでもう一度案内します。了解っす。じゃあ私が先頭に立つっす。お、本当に分かれ道っす。でしょう、見れば分かるんですよ。じゃあ次はどっちっすか。ここが中規模の都心部で車の交通量も多かったと仮定して、信号の位置と道路の形を考えると、左に進むのが正解です。ほほ、何か根拠があるんですかな。さらっと出てくるのが不思議ですぞ。道路構築と都市設計の基礎から説明が必要になりますね。2時間ほどかかってしまいますが大丈夫ですか。今は結構、また今度ですな。はい、今度資料も揃えてお教えしますね。エレグ様ならすぐに理解できると思います。じゃ左に進むっす。はい、行きましょう。レッツゴーですぞ。待って、ん、みんな落ち着いて。新しい場所で新しいものが見つかって浮かれるのはわかるわ。でもだからといってリスクを忘れないで。何のことでしょうか。クリスタルとは長時間接触しなければいいだけでは。わかってるはずよ。
クリスタルがラプチャーに寄生できたということは、私たちも例外ではないということ。ですから、それは長時間接触さえしなければ、そうできるという保証は、クリスタルで埋められた穴に落ちる可能性だってあるわ。仲間の手が届かない深さの。そうならないように気をつければいいのでは。だから今その話をしているの。そうならないように気をつける方法を誰か知ってる？クリスタルについて本当に何もかも分かっているの？それと何より決定的なことは、あのロード級ラプチャーの高度と出力は通常のものと違った。大幅に強化されていたわ。クリスタルの寄生したタイラント級が出現しないという保証は、誰か通常のタイラント級と交戦したことはある？指揮官、一時撤退を提案します。整備と戦力の補充を行ってから探索を再開した方が安全です。そんな、大丈夫ですよ。クリスタルは地面や壁から生えていますよね。空からいきなり降ってきたのでもなければ問題なく避けられるはずです。タイラント級のラプチャーも、それほどの大型が派手に動き回っていたら気づけないということはありえません。注意深く確認していけば安全に移動できますですよね、エレグ様、ハンマリング様。注意すべきことは十分理解していると思いますがな。それに先ほども言ったように、あんなものを見ただけで帰るなんて無理な話ですぞ。今のところそこまでの危険は感じられないっす。危険そうになったら撤収するのは文句ないっすけど、今はまだ早いと思うっす。あなたたち、ここには指揮官様もいるってこと忘れないでよね。私たちは頭だけ持って帰れればなんとかなるかもしれないけど、指揮官様は何かあったら終わりよ。当然私たちが守るけど、クリスタルっていう不安要素がある以上、そう簡単な話じゃないわ。もちろん私も気になります。でも師匠の安全が最優先ですね。では指揮官様にこのまま進むかどうか判断を仰げということですか？そういう話じゃないでしょ。いいえ、まさにそういう話では。私たちもこの先がどれだけ危険かは十分承知しているつもりです。命を失うことがあるかもしれません。それでも進もうとしているのは、命より大事な何かがこの仕事にかかっているからです。指揮官様は違いますか？地上を探索する理由は上から命令されたからというだけではありませんよね。危険を犯すほどの切実な何かがあるから来たのではありませんか？指揮官、了解しました。行きましょう。やはり指揮官様が話の通じる方で嬉しいです。リスクを取らないと多くのものは手に入らないということを分かっていらっしゃいます。指揮官様、ちょっと話しましょう。どう考えても今の状況は危険すぎるわよ。戻った方がいいんじゃないの？無理しすぎてる気がするのよね。まあ、師匠の言葉も一理ありますね。今までありえない作戦にばかり投入されてきましたから、考えてみたら今更という気もしてきました。とはいえ師匠、私の火力センサーがここは今まで以上に危険だと訴えています。そうよ、この場所も状況も危険なの。初めて見るものばっかりでしょ。今までの任務はアーク近辺とラプチャーという
ある程度理解できているものが相手でしたが、ここは全く異なる環境で、敵もラプチャーと定義しがたいものです。リスクが高すぎるかと。何よりクリスタルの人体に対する影響が全く判明していません。最低限戦力を少しでも補強してから探索を再開した方が良いでしょう。もちろん進みたいという皆さんの気持ちもわかるのですが、危ないものは危ないですからね。指揮官、無理をする理由が何かあるのですか？そうね、ここまで頑固っていうか意地を張る。こんな指揮官様初めて見るわ。コインラッシュで遊びすぎて借金でも抱えてるんですか？え、まさか本当に？師匠、いくらストレスが溜まっていてもギャンブルはいい解消法ではありません。仕方ないですね。私の秘蔵のコレクションでも売って。立場？つまり権力が欲しいということでしょうか。指揮官、何のための力ですか？マリアンのことばっかりね。おお、そうなるにはかなり偉い人にならないといけませんよね。そうなったら私も偉い人にしてもらえますか？冷たい。お話は理解しました。指揮官様、どこまで行くつもりなの？私は正直そこまで。なんでもないわ。よし、じゃあ指揮官様の輝かしい未来のために頑張るとしますか。でもせめて秘書くらいは任せてほしいところですね。はあ、そんな、目先の欲に目がくらんでしまったこの不出来な弟子をお許しください。シフティ、今のお話は記録から抹消しておきます。アークで力を手にしたいといえば宣戦布告をするようなものです。何の準備も整っていない状態では悲惨な結果になるだけですよ。指揮官にそうなってほしくはありませんので。ええ、ありがとう。ですが指揮官、最低限の政治知識は頭に入れておいた方がいいと思います。同じことでも受け取られ方が変わる場合は多いですから。この任務から帰還されたらプライベート回線で連絡しましょう。アニス。え？何？今は深く考えなくても大丈夫。まだ時間はあるから、2、3日でどうにかなることでもないわ。それにもしかしたらそのうちあなたの方が変化するかも。気持ちは変わるものだから。ラピ、そんなことも言えたのね。私も変わったから。またクリスタルに前を塞がれてるっす。高さ5メートルはありそうっす。どうするっすか？破壊してください。向こう側に道路があるはずです。了解っす。
さすが手慣れた感じね。そうですね。それにスピードも上がっている気がしませんか。ああ、それはクリスタルの弱い部分が分かってきたからっす。ちょっと危ないわよ、よそ見しないで。慣れてきたからこれくらい目をつぶっててもできるっす。見てくださいっす。ちょっと目開けて。どうしたっすか。ちゃんとできてるはずっすよ。そうだけど見てるこっちがハラハラするのよ。肝っ玉が豆粒サイズっすね。あなたは肝が座りすぎ。うん、手応えが少し変わったっす。コンクリートでできた壁でもあるみたいっすね。はい、おかしいですね。そんなはずはありませんが、クリスタルに塞がれているだけで、この先は道路のはずです。とりあえず続けるっす。今の音、まさか自分の指でも叩きましたか。見てくださいっす。いえ、見せなくて結構ですよ。そういうのは苦手なので。コンクリートの壁っす。そのようですよ。あれ、おかしいですね。確かに何か勘違いしたのかもしれないですね。どうするっすか。コンクリートの壁も壊すっすか。私たちが通るスペースくらいは確保できると思うっす。はい、壁の向こうに道路があることは変わらないはずです。分かったっす。あれあれ、申し訳ございません。緊張して勘違いしたようですね。方向を変えましょう。ハンマリング様、この先をお願いできますか。道がつながっているはずです。もちろんす。あれ、行き止まりですね。ハンマリング様、天井のクリスタルを壊してください。おそらく上に道があるはずです。了解っす。塞がっていますね。思ったよりも道が。リバリー氏、もしや道がわからないのでは。いえ違います。おー、そうですかな。最初にご自身で言っていた通りになった気がしますぞ。暗記は得意でも新しく道を見つけることは苦手。いやはやリバリー氏、これでは困りますな。手柄を急ぐ気持ちはわかりますが、それで大惨事になったらどうする気ですかな。ハンマリング氏ばかり無駄働きですぞ。私は大丈夫っす。こういう仕事をするために来たっすから。しかし体力を浪費してますからな。やむを得ませんな。リバリン氏にもわからないようなので、みんなで道を。違います。私わかります、道。はいはい、気にしないことですな。今回は運がなかったということですな。どこか高いところに登って。いや、その申し訳ございません。申し訳ございません。本当に申し訳ございません。お、リバリン氏。私が間違っておりました。申し訳ございません。申し訳。大丈夫ですかな。肺機能が低下、呼吸困難になっています。リバリン、深呼吸を。
どうしたの？ひとまず寝かせましょう。私が言い過ぎたのですかな。何のつもりですかな。機械は叩けば治るっす。この時代にそんな時代遅れのことを言う者がいるとは衝撃ですぞ。それに我々は機械ですかな。ん？機械っすよね。そうではありますが。落ち着いたみたいね。肺機能の安定を確認、経過観察のためしばらく安静にする必要があります。先ほど壊されたクリスタルの向こう側に広い空間を確認しています。大きな建造物の内部につながっていますので、そちらへ移動してください。ラジャ、リバリン氏、大丈夫でしたかな。面目ない、私がひどいことを。いえ、ただちょっと持病がありまして。気にしないでください。大丈夫ですので。とりあえず移動しましょう。私が背負っていくっす。もう大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。申し訳ない。ちょっとからかっただけのつもりだったのですがな。わかっています。私が過敏になってしまっただけです。気になさらないでください、エレグ様。そうですな。あなた、前に何かあったの？急にあんな発作を起こすなんて、よっぽどのことだと思いますが。過呼吸ね。トラウマを刺激された。リバリン、私は死にたくないっす。はい。ええ、はい、私もです。私はまともな暮らしをするために探索任務に志願したっす。でも正直言うと命を懸けるほどじゃないっす。いい暮らしができたって命があってのことっす。死んだら何の意味もないっす。だからリバリンが問題を隠すつもりなら、私はここで降りるっす。ただでさえ危険な環境で仲間も爆弾を抱えてるなら、私は続けられないっす。同じ意見よ。本当に言えないことなら言わなくてもいい。ただし探索はここで終わる。ずっとこうだったわけではないのです。昔大きなミスをしてしまって、私が欲張りすぎたせいで事故が起こり、一緒に働いていた人たちに大怪我をさせてしまいました。その時も暮らし向きを良くしようとしていて、うまくいきませんでした。その時一緒にいた人たちにひどく責められたんです。当然のことでしたけどね。私のせいで何もかも台無しになってしまいましたから、自業自得です。でもその時から自分がミスをした時に誰かに何か言われると、ああいう状態になってしまって。それじゃ怖くて何も言えないっす。いつも必ずというわけではありません。私がミスを隠してそれが追及された時、呼吸困難になるのはそういう条件なんだと思います。ともあれ、リバリン氏は本当に道がわからないってことですな。はい、申し訳ありません。
正直どうにかできると思っていました。こんな生え方に規則性もないクリスタルがあるとは思っていなかったので、もう分かりません。どこに行けばいいのか、どうやって行けばいいのか、正しく進めているのか、何も分かりません。指揮官、進路を見失ったようです。どうされますか？え？はい？慎重になるのは当然ではありませんか？結果、無理をすることになるという意味でしょうか。どうしろというのですかな。一歩間違えば命が危ないのは変わらないっす。それでいいのかも。正直皆さんピリピリしすぎで面白くなかったですからね。では私は指揮官に密着して警戒を続けます。私たちは頭部さえ残ればいいですが、指揮官はそうはいきませんので。私たちだって頭だけあれば何でも解決ってわけじゃないけどね。では私は何をすれば。道案内として来たのに道がわからないのでは。はい、それは絶対に自信があります。わかりました、ありがとうございます。指揮官様、怒りにならないんですね。そのような指揮官には初めてお会いしました。いや、男性としても。そういうことでしたら、一つ実験してみたかったことがありますな。やってみても構いませんかな。実験？この建物、すごく大きな電光掲示板が取り付けられていましたな。あれに、ブームをインストールしてみたいですぞ。なんですかな、その顔は。やりたいことをやれって指揮官氏の言葉ですぞ。そうね。ひひ。では屋上に向かいますぞ。ラピ様、気になったことがありまして。何？指揮官様のことなのですが。お付き合いされてる方とかいらっしゃったりは。その私がどうというわけではなくて、ただ気になっただけなんですけど。結婚してるわ。本当ですか？ええ、子供も2人。そんな。屋上到着。うわ、結構高いっす。そうですな。ここからなら全体とは言えずとも都市の地形をある程度確認できそうですぞ。そちらはよろしくお願いしますな、リバリン氏。はい。
しっかり覚えておきますね。エレグ様、そこまで考えておられたのですね。そんなことはありませんぞ。じゃあ私は電光掲示板で遊ぶとしますかな。でもどう動かすつもりなの？電気なんて全部クリスタルに吸い取られてるんじゃない？電光掲示板どころか携帯の充電もできなさそうだけど。それはそうですが、クリスタルの中に電気があるのも間違いないですからな。それをどうにかこうにかして電光掲示板の方へ流してみようかと。それが何の実験になるの？私の思いつきの息を出ませんが、クリスタルはここ以外にもあるはずですな。きっといろいろなところに広がっているはずですぞ。それはつまりただで使えるエネルギーがそこらに転がってるということですな。そんな貴重なものを放っておくのはもったいないですな。かしこまり。ハンマリング様、なんすか？私が指さしているあれ見えますか？どこすか？あちらの緑のコンテナがある場所です。ん？あれっすね、見つけたっす。でもあそこがどうかしたっすか？何か違和感があるんですよね。クリスタルの色が少し違うような。クリスタルの色っすか？あ、本当っすね。ほんの少しですが、他より明度が高い気がするっす。やっぱりそうですよね。ちょっと待っててくださいっす。何をしてらっしゃるんですか？分析しやすいように目のモードを切り替えたっす。大丈夫なんですか？思考転換のリスクとか。大丈夫っす。たまに使うだけなら問題ないっす。やっぱりそうっすね。あっちのクリスタルは他より明るいっす。それに場所で明るさが変わってるっす。もしかして二車線道路の方が明るくなってますか？あ、そうっす。どうしてわかったっすか？大体わかりました。クリスタルの塊と近いものほど明るくなっているみたいです。あの道路は大きなクリスタルの塊に続いているんだと思います。じゃあ光が強いクリスタルをたどればもっと大きなものにたどり着けるっすか？おそらくは。じゃあ早く動くっす。ありがとうございます。できた！できましたぞ！このクリスタル、崩壊してもただ粉々になるだけじゃなくて、中に電気が残っておりますな！粉々にならないギリギリの養分、すなわちエネルギーを注入し続けると成長もせず安定するようですな。現状維持をしようとするわけですな。自分も生き残りたいというわけでしょうかな。その場合は積極的な吸収が止まりますな。中の電気はそのまま利用できますぞ。条件さえ揃えてやればこのクリスタルをエネルギー源として使えるということですな。出力はどの程度？びっくりしますぞ。あの電光掲示板を動かすのに必要なクリスタルは、それだけ？その通り！これは本当に素晴らしいですぞ。
クリスタルは電気の貯蔵媒体として最高ということですな。つまりあれ、あの大きなクリスタルの塊、都市の端にあるあれはどれほどのエネルギーを持っているか想像ができますかな。もしかしたらアークの次世代の動力源にできるかもしれませんぞ。じゃあ私たちの目的はあのクリスタルの塊に続くルートを開拓するってこと？そうですね。次に来た時にまた地形が変わっているかもしれませんが、そこまで大きい変化にはならないでしょう。クリスタルが急に成長するほどのエネルギーらしいものはこの都市には残っていなさそうですから。クリスタルの塊を簡単に調査してささっと戻りましょうぞ。え？なぜですか？クリスタルの塊をすぐに活用できるほどの装備は持ってきていませんぞ。調査ももう少し本格的にやらないといけませんしな。でもクリスタルの塊がエレグの言った通りのものならそれだけで大発見っす。うまくいけばこれからもクリスタルの探索が定期的に続くようになって、私たちもその探索隊で働けるかもしれないっす。仕事の心配がなくなるっす。それで指揮官様は地上探索を成功させた指揮官として評判が上がるってわけね。権力と名声をひけらかす日々を想像して今から胸が高鳴りますね。道を見つけたというのは間違いないの？はい、クリスタルの塊に近いほど地面のクリスタルの光が強くなっています。ほんのわずかな差ではありますが違いがあることは確かです。肉眼ではほとんど判別できないわね。私の目にある光源感知機能を使えば楽勝っす。やめといた方がいいわ。そんなものずっと使ってたら思考転換まで一直線よ。はい、オペレーションデバイスに光源分析機能をアップロードします。少々お待ちください。オペレーションデバイス越しではシフティ氏のサポートも大変ですぞ。精度が落ちますからな。その程度なら対処は可能です。無理は禁物ですぞ。ネオン氏に任せればいいだけですからな。はい、私ですか？ですぞ。はい、ですぞ。何してんのあなたたち。私にあるのは火力感知センサーだけですよ。メガネのフレームの左上側を軽く3回ほど叩いていただけますかね。ん？目が！光学増幅機能がオンになりましたな。光を放つ何かがあればかなりはっきり見えるはずですぞ。道に沿って生えているクリスタルの明るさが区別できますかな。なるほど、確かに明るくなっているクリスタルがありますね。いいですな、その方向に進みますぞ。ネオン氏が光を確認し、リバニー氏がルート構築、ハンマリング氏に道を作ってもらいますな。わかりました。問題ないっす。ふふふ、お聞きになりましたか。私はもうただのネオンではありません。ビジョンアイネオンです。エレグ、結局あのメガネ何なの？私にもよくわかりませんぞ。いろんな機能が搭載されている超高機能なメガネということしか。アークに戻ったらじっくり確認させていただきたいところですな。どうも三大企業の技術が入っているわけではないのです。といって個人のカスタマイズにしては性能が良すぎますな。怪しいわね。心当たりがあります。私も調査してみますね。心当たり？まだそうと決まったわけではないので調べてからお伝えしますね。おお、急に本物のスパイらしくなったわね。最初からそう言っていましたよ。アニスは黙って私の後についてくるだけでいいんです。そう、
このビジョンアイネオンの後に。あのメガネ、自爆機能とかない？ありますぞ。あるんですか？起動方法教えて。フレームの端を。ちょっと機密事項ですよ。というより、なぜそんな機能が？それは私にも分かりませんな。出発しましょう。エレグ。はい。前に言っていたわね。このクリスタルは誰かが意図的に作ったもののはずだと。うひひ、そうですな。何者だと思う？わかりませんな。その人物が近くにいる可能性は？どうでしょうな。ないのでは？仮の話をしますと、これを私が作ったとしますぞ。そして私が作ったものに誰かが今許可なく手出ししているわけですね。私の大切な作品を知らない人たちが勝手に触っていたら、もし私ならとっくに文句を言いに出てくるか、武力行使しているでしょうな。でしょうね。ですな。だから安心してもいいと思いますぞ。今のところで分かれ道です。ネオン様、お願いします。お任せください。ビジョンアイ。はい、右のクリスタルの方が明るいですね。はあ、はあ、やっぱり便利ですね。メガネの機能なら思考転換のリスクもないでしょうし、今回の探索で一番活躍してるのはネオン様で間違いありませんね。能力のある者がみんなを助けるのは当然のことです。ノーマルアニスとは違って、私はビジョンアイネオンですから。そのメガネ貸しなさい。分解しておくわ。トゥインクルアイ。やあ、メガ。どうです、アニス、メガネの違いが分かりますか？早く外して、目が痛いじゃない。では先に進みましょう。いいえ、私も詳しくは。それが確実かと。編入された時は緊急時でしたし、その後問題もありませんでしたから、経歴や個人情報を確認する時間がありませんでした。正確に言えばその必要がないと判断していました。うん、そうね。来てすぐに馴染んでたし。でもネオン自身もよく分かってないんじゃない？メガネのこともそうでしょ。何も知らなさそうよ。それがいいわね。ラジャ、ネオン様、お願いします。ビジョンアイ。さすがにもう聞きたくないわ。ん？おかしいですね。ビジョンアイ。大変です。メガネが壊れてしまったようです。明るさの判別ができません。クリスタルの明るさが変わらないっすか？はい。じゃあ壊してみるっす。こうやって光が残っている方がクリスタルに近いってことっすよね。そうではありますが、今のところ
どっちも差はなさそうですぞ。異常愛。もう今さら弱気にならないでよ。は、左の方が少し明るいですね。じゃあそっちに行くっす。お待ちいただけますか。おかしいです。どういうこと。右の道のクリスタルはなぜ暗くなっていないのでしょうか。クリスタルの塊とつながっていない方は光が消えるということでしたよね。うん、そうですな。あとこれはあくまでも私の感覚ですが、右の道は何と言えばいいでしょうか。わざとらしい感じがします。わざとらしい。はい、今までの道はクリスタルが勝手に生えたという感じでしたが、この道はそう見えるように取り繕っている感じがします。不規則なものに見られるような不安定さを感じません。それに道が異様に曲がりくねっています。正面から見た時に曲がった先が見えないほど急カーブになっていますよね。ここが貿易で栄えた都市ならそんな道路はらしくはありません。本能的に避けたくなるように作られています。あちらの道は。お宝でも隠してるとかっすか。気になりますな。あっちに行ってみたくなりましたぞ。何かがあるパターンに違いありませんな、これは。うん、そうね。そういう時って大体何かあるわよね。水たまりがありますぞ。普通に歩けば大丈夫っす。浅いっす。誰か私を運んでいただけませんかな。電子機器は水に弱いゆえ。じゃ私がおんぶするっす。指揮官様、私も誰かに背負ってほしいな。なんて。リバリー、体調が悪いなら私が担いでいくわ。いえ、行ってみただけです。うわ、天井が低すぎるっす。腹ばいで行かなきゃダメそうね。私たち匍匐前進も慣れたものですよね。指揮官様、先に行く？これは腹ばいでも通れない気がするっす。じゃあひとまず横になってください。私が引っ張ります。お願いするっす。荷物じゃないんだから。よくこんなルートを見つけられますね。エリアスキャンでは発見できません。これで生活してますからね。何かコツがあるんでしょうか。参考にさせていただきたいです。それは勘弁してください。営業秘密ですから。え、ここ本当に真っ暗ですね。何も見えません。暗視モードに切り替えても何も映らないなんて。どうしましょう。そうだ、指揮官様、手を握っていただけませんか。えっ、私の手を叩いたの誰ですか。やれやれ、何も見えない時こそ私がまた活躍する番ですね。このメガネの力を使います。トゥインクルー。あー、携帯にライト機能がありますぞ。うん、そうかもしれませんが、目から光を出す方がかっこいいじゃないですか。もう少し左を見せてください。はい、確認しました。問題ありません。オペレーションデバイスってこんな使い方もできるのね。まあ普
段からデバイスのカメラを通して状況を確認しているわけですから、耳に入るくらい小さなサイズを生かせば狭い場所の確認にも使えるということですね。あくまで指揮官の視線に合わせて装着するよう作られていますし、本来の使い方ではありません。オペレーションデバイスをぐるぐる回したらどうなりますかな。私の目もぐるぐる回ります。とにかくクリスタルは確認されませんでした。狭いですが通行には問題ありません。あ、でも私はちょっと引っかかりそう。私もです。ネオン、先に進んで道を広げておいてよ。引っかからずにささっと通れるでしょ。ヒッヒッヒー。やっと広いところに出たわね。皆さんお疲れ様でした。止まって。正面にラプちゃん。ラプちゃん、どうしてこんなところに。どう見てもあれが通れるような道じゃありませんでしたよね。このルートどうやら当たりのようですな。どう考えてもラプチャーをここに配置してから道をめちゃくちゃにしたに違いありませんぞ。つまり門番ですぞ、門番。じゃあ本当にこの先にお宝でもあるっすか。間違いないですぞ。ひょっとしたらクリスタルの秘密が隠されているかもしれませんな。ここもやっぱり。ラプチャーがこちらを認識しました。周辺に多数のクリスタルがあります。注意して戦ってください。ラプチャー前期の沈黙を確認しました。皆さん前方を確認してください。鉄製の扉のようです。おお、思ったよりドキドキするわね。早く早く中に入りましょうぞ。オッケーっす、私が開けるっす。ちょっと待ってください。ここに来るまでずっと感じていたことですが、全てがわざとらしすぎます。狭くて通りにくい道、クリスタルの配置、それに先ほどのラプチャーも。これは知性を持った何かの手によるものです。いかにも。だからこそドキドキするのでは。エレグ様の知的探求心は素晴らしいと思いますが、ただの探索で済まなくなるかもしれませんよ。もしこの先に知性を持った何かがいるとしたら、それは一体何でしょうか。クリスタル人間に違いありませんな。想像力が豊かでいらっしゃいますね、エレグ様。とにかくここは手をつけないことにして、クリスタルの塊を目指した方が。考えても見てくだされ。そもそもクリスタルからして誰かが目的を持って作ったもので間違いありませんな。すなわち人工物ということですぞ。リバニン氏の言う通り、ここまでの道もわざと作られたものだとするならば、その知性を持った何者かが全てを行っている可能性が高いですな。つまりこの先にクリスタルを作った張本人がいるかもしれないということですぞ。聞きたいことが山のようにありますぞ。ワクワクが止まりませんな。ヘレティックかもしれません。ヘレティックの悪夢カウンターズがおりますからな。何の問題もないですぞ。えっへん。お願いだからその呼び方はやめて。指揮官、リバリの懸念は妥当なものです。この先に知性を持った何かが存在する可能性、それが敵対的である可能性、いずれも高いと思われます。最悪の場合ヘレティックということもあり得るかと。それでも進むべきと考えます。誰が見ても明らかに不審な場所です。相手が敵対的であろうとなかろうと、有益な情報は入手できると思われます。
ハンマリング、扉を開けて、私たちが後ろから援護する。分かったっす。エレグ、この音はいかにも機械の駆動音ですな。これは何でしょうか。これは医療用の装置ですな。しかもかなり年季の入ったもの。とりあえずブームがインストールできるか確認してみますかな。なんでそこからなのよ。指揮官、中心のクリスタルは中に何かが埋まっています。不明です。破壊します。そうしなければなりません。嫌な予感がします。これは破壊されるべきです。ん？ラピー大丈夫ですか。ラピーの口から予感なんて言葉が出てくると余計怖くなるわね。破壊します。触るな。それ触るな。殺す。どちら様ですか。どうしてここに。いや、ここに押し入ったのは私たちの方ですぞ。識別不能、データベースに登録されていない個体です。まさかピルグリム。へん。出て行け。あれって棺。全員出て行け。どちら様ですかな。出て行け。ピルグリム、ピルグリム、せめて写真だけでも撮れれば取引に。出て行かないのか。なら殺す。待って待って、まずは話し合いましょうよ。指揮官、戦闘になります。先手必勝。セブンス・ドワーフ・レディ。セブンス・ドワーフ。何者？誰かと聞いている。写真、写真を。やめ。撮影してる場合ではありませんぞ。ちょっとどいてください。撮れたら離れますから。
リングが負傷してるんですぞ。接近して格闘戦で。近づけるならね、私が注意を引きます。崩壊した壁から大量のラプチャーが接近中。言ったことあったっすか？私実は野球選手が夢だったっす。それはもう聞きましたな。バッターは無理そうでしたぞ。ちょっと危ない。エンカウンター、全員ポジションチェック。あいつ逃げ出したみたいよ。ですが念のため警戒を続けます。ハンマリング氏、腕がちょっと怪我したみたいっすね。平気っす、ほっとけば治るっすよ。クリスタルが刺さりまくってますぞ。早く抜かないと。長引かせず一気に片付ける。フォーメーション FF 火力集中。状況終了。ハンマリングは大丈夫っす。申し訳ないっす。動いちゃダメですぞ。今クリスタルを抜いてますから。指揮官様、中央のクリスタルがなくなってる。あの方も見当たりません。データベースに未登録のニケです。正確にはニケかどうかも不明です。ビルグリムの可能性が高いと思われます。該当の人物をアンノウンと仮称します。追跡してください。このエリアと密接な関係があるものと推測されます。はい、追跡し、よってこんな時に。リバリン、アンノウンの追跡を。待ってください。リバリー、何してるの？すみません、一瞬だけ。携帯見てる場合じゃないでしょ。ラプチャーが来ますぞ。リバリン氏、なんとかなるよね。行きましょう、ご案内します。この道は？はい、クリスタルの塊へ続く道です。アンノーンはおそらくクリスタルの塊へ向かったはずです。あいつ確かにセブンスドワーフって言ったわよね。はい、間違いありません。何者かしら。それにクリスタルの中にあったのは何？エレグが言ってたクリスタル人間じゃありませんか？いや、ニケだったはずですぞ。何してたのかしら。確かなのはあそこが誰かに知られたくない場所だったということですな。念入りに隠してありましたからな。それにあの医療機器、
何もわからないですな。深く考え込んでるから何か気づいたのかって期待しちゃったわ。私は大丈夫っす。大丈夫じゃありませんな。背中はともかく腕にクリスタルのかけらが大量に刺さりましたからな。全部抜いたはずですが、小さなものが残っているかもしれませんぞ。早く帰還して精密検査を受けるべきですな。そういうのは腕に力を入れれば抜けるっす。冗談ではありませんぞ。それに初見の相手にいきなりハンマーは感心できませんな。戦わずに済んだかもしれませんからな。最初から銃で狙われてたっすよ。だから先に攻撃したっす。そういうことでしたか。感謝しなければなりませんかな。私だって見境なく振り回すわけじゃないっす。わかりましたな。申し訳ありませんぞ。ネオン、さっきから苦虫を噛みつぶしたって感じの顔ね。アニス、噛みつぶしたことがあるんですか。そういうことじゃないでしょ。しばらくまっすぐ進めばいいので、私はちょっと連絡を。連絡？はい、大切なお客様なので。そう、こんな時まで相手しなきゃいけないなんて、あなたも大変ね。あはは、全くですね。疲れているようね。あんなの背負って動いてるわけだしね。荷物が重そうですが、私たちで手伝いましょうか。いいわね、持ってあげましょう。ついてくる。じゃあこっちに来てもらえます。そうすればついていかなくて済みますから。言葉遊び必要ない。はい、すみません。あなたは誰？その棺は何？セブンスドワーフと言ったのはどういうこと？何を隠しているの？知らなくて。人間は裏切る。守らない。お前も同じ。ちょっと、あなたが指揮官様の何を知ってるっていうのよ。人間、みんな同じだから。来るな。ラジャ、来るな。クリスタルが。
そんな、エネルギーを注入したのですかな。みんな、下がるっす。壊すっす。消えましたね。ですが、クリスタルの塊を目指していることは分かっていますから、追跡を続ければ。今度は何？地震ではなさそうですね。周辺のクリスタルに異常発生。何よこれ、なんでこんなに光ってるの？クリスタルの成長がどんどん加速しています。これまでのルートは使用できないようです。それから気のせいかもしれませんが、クリスタルがこちらに向かって伸びてきているような。その通りっす。こっちに向かって成長してるっす。クリスタルからしてみれば我々は栄養の塊ですからな。アンノーンが差し込んだ杭のようなものは一体何だったのでしょうかな。これだけのクリスタルを全て巨大化させるほどのエネルギーが内蔵されていたとは思えないですがな。どうしましょう。了解しました。リバリー、クリスタルの塊までの道、案内は頼める？できます。やってみせます。では、私が先頭に立ちますので、皆さんは後についてきてください。私もリバリン氏と一緒に先頭に立ちますぞ。え、何か策が終わりですか？そうですな。進みながらモバイルバッテリーでクリスタルの注意を引いていきますぞ。モバイルバッテリーをオーバーロードさせるとほんの一瞬ですがエネルギーが急増しますな。クリスタルはエネルギーに引き寄せられる。つまり投げればおとりとして使えるはずですぞ。20個ほど持っていますのでそれなりに役立つはずですな。どこにそんなにしまってたのよ。あちこち大騒ぎですな。とにかく早く行きますぞ。はい。エレグ様、右です。承知ですぞ。いやー、効果抜群ですな。モバイルバッテリーを投げておけば私たちは存在しないも同然のようですぞ。思ったより簡単に行けそうですな。本当にすごいですね。この状況でそんなことを思いつくなんて。私はパニックになって何もできなかったのに。いやいや、道がなくなったら道案内が慌てるのは当然と言えますな。私も電子機器がなくなったら慌てていたと思いますぞ。でもすぐに誰かに頼ろうとしたりはしないでしょう。はい。私は道に迷ったら誰かに頼らずにはいられなくなってしまいます。誰でもいいからとただ依存してしまって。そういう時こそ助け合いというものですな。助け合い。
指揮官様、大丈夫？かなり突っ走ったのによくついてこられたわね。指揮官様、体力つけたのね。そうですね。つい最近までこういう時はラピが背負っていたのに。そんなことはないわ。大丈夫っす。体が少し重いっすけど問題ないっす。一応の支援は要請してあります。戻ったらすぐに治療を受けられるよう準備しておきますね。ありがたいっす。よろしく頼むっす。もちろんです。十字の方向にアンノーンを確認。エレグ、モバイルバッテリーを一つくれるっすか？はい、構いませんが、なぜですかな？モバイルバッテリーをあっちに飛ばしてアンノーンを通せんぼするのはどうすか？どう飛ばすんですかな？ハンマーがあるっす。なるほど。気づかれました。攻撃を確認。私が迎え撃つっす。下がってください。電撃弾です。着弾予想は隊列の中間です。誰もいなくなったようです。道は？幸いあと少し進めばクリスタルの塊がある場所に出るはずです。皆さんも無事にたどり着けることを願いましょう。心配ですぞ。あっちには道案内役がいませんからな。大丈夫でしょう。皆さん臨機応変に対応できる方ですから。距離もそんなに遠くありませんし、たどり着けるはずです。私たちは自分の心配をした方がいいですね。なぜですかな？道案内役もいるではありませんか。道案内としてあまり役に立てそうにないので。リバリン氏。はい。リバリン氏はなぜこの作戦に志願したのですかな？それは当然、もう少しいい暮らしがしたかったからです。少し考えてみたのですが、他の仕事を探せばいいだけでは？エレグ様のおっしゃりたいことはわかりますが、そんな簡単には。一口に運送といってもいろいろな仕事がありますな。荷物運びしかないわけでもないですぞ。命を懸けて逃げ出したいほど他人のご機嫌取りをするのが嫌というなら、稼ぎが少なくても他の仕事をすればよいのでは？リバリン氏、探索に志願したのは他の理由がありそうですな。はい、その通りです。
教えていただけますかな。逃げ出したいのも間違いではありません。でもそれは、はあ、すみません、やはりまだエレグ様を信用できません。そうですか。それなら仕方ありませんな。信用できないと言ったそばから申し訳ないのですが、私も気になることがあります。エレグ様は生活にも困っていなさそうですし、私のようなストレスがあるというわけでもなさそうですが、どうしてこんな危険な仕事に志願したのですか？いやいや、何をおっしゃいますやら。私もストレスだらけですな。全然そうは見えないという表情はやめていただきたいところですが。あ、すみません。私がここに来た理由は単純ですぞ。ストレス解消になる何かが欲しかったのですな。私にとっては生きていること自体がストレスですからな。なぜですか？アークは1000万人が暮らしている場所ですな。アウターリムを除けばインフラ水準はとても高い。大部分の人たちがそれを享受していますな。しかしおかしいと思いませんかな。アークに発電資源などありませんぞ。火力、風力、水力、原子力、何一つも。ではここで問題ですな。高水準の文明をみんなが当然だと思いながら暮らす。そのために必要なエネルギーは果たしてどこから来るのですかな。私はその答えを知っておりますな。だからここに来たというわけですぞ。もし答えを知ってしまえば、リバリン氏も1分1秒たりともあの場所で暮らしたくないと思うようになるはずですぞ。問題が起きました。どうしたの？目がすごく痛いです。どうして？情報分析機能をずっと使っていたので。情報分析ってメガネの機能でしょ？自分で能力を使ってるわけじゃないわよね。見るのは私の目ですよ。じゃあ貸して、私が使うから。いくら活躍してないからって特殊能力を奪おうとするのはひどすぎませんか？活躍してないって言わないでよ。はい、すみません。指揮官、クリスタルの塊からの光源と明らかに接近しています。大丈夫ですか？クリスタルの成長もだいぶ落ち着いてきたようです。他に問題が起きなければ間もなくクリスタルの塊に到着します。はい、大きな問題はないかと。道案内役と臨機応変に対応できるものが揃っていますから、戦力の低さはやや心配ですが。でもこの辺のラプチャーは全般的にヘロヘロみたいだし、賞賛はあるっす。あ、でも質問っす、なんでそもそもラプチャーがいるっすか？え？そりゃラプチャーなんて地上ならどこにでも。あれ？ちょっと待って、そう言われてみれば変よね。考えてみたらこんなところラプチャーにとっては墓場みたいなものでしょ。ラプチャーを養分にするクリスタルだらけだもの。どうしてラプチャーがいなくならないのかしら。二つ考えられるわ。このエリアに適応したラプチャーだけが生き残っているか、誰かがラプチャーをここに送り込み続けているか。二つ目の方が可能性は高そうね。ええ、クリスタル自体が意図的に作られたものだとするなら、その養分となるラプチャーも
意図的に投入されていると考えられる。どんな裏があるっていうのかしら、こんなことに。さあ。ところで皆さん、地面が少し揺れているような気がしませんか？あれ？そうですね。位置が微妙にずれ。サホ、ラプチャーの大群です。なんであんなに多いのよ。必死に動いている感じがしますね。みんな、もうすぐ目的地に到着するわ。警戒して。おそらくラプチャーが逃げていることと関係があるはず。冗談よね。目の前で見てるのに現実感がないわ。これどうするんですか？エレグが来ないと何もできそうにないけど。ちょっとどこ行くの？エレグとリバリンがいるっす。え、どこ？クリスタルの塊に体が半分埋もれてるっす。え？あれ、真っ二つになってないでしょうね。違うと思う。どうしてわかるの？もがいてる。生きてるわ。無事なのよね？ええ、よく聞けば声がするわ。うわー、どういうことですかな？どうして埋まってるんですかな？私、外から見たらお尻だけ出てませんか？指揮官様に見られたらどうしましょう。今日は準備してないのに。救出するわ。行きましょう。メガネの機能はもう止めてもいいですよね。すごく目が痛いのですが。まだつけてたの？それより普通こういう場所って門番とかがいるわよね。そうね。いつどこから出てくると思う？私だったら今この瞬間空中から登場しますね。ロード級が接近中。ネオ、あなたまさか。違いますよ。ただ行ってみただけです。交戦します。こいつのせいで逃げてたってわけじゃなさそうよね。ええ、おそらく他にまだ何かあるはずよ。気を引き締めて。ラジャー、嘘でしょ。信じられない。周囲の電気エネルギーを吸い尽くして一気に成長したようね。ラプチャーと呼んでいいのでしょうか？いいえ、もう別の何かだと考えた方が良さそう。はい、緩やかに動きながら周辺のエネルギーを完全に吸収してクリスタルの領域を広げる役割を果たしていると思われます。ラプチャーからすれば墓地が向こうからやってくるようなものかと。だからあんなに必死に逃げてたのね。私でも逃げ出したはずです。うわ、痛いですぞ。優しく引っ張ってくだされ。エレグはすっぽりハマっちゃってるっす。すっぽりですかな？リバリー、じっとしててくださいっす。それがくすぐったくって。
待ってください、そこは押さないで。こりゃダメっす、壊すしかないっす。ダメですぞ、どうなるかわかりませんぞ。このままずっと挟まってる方が困るんじゃないっすか。それはそうですな。じゃあ壊し、まずいっす。皆さん発信機を持ってないっすか。はい、持ってますよ、スパイの必需品なので。あ、近づかないで、こっちに投げてくださいっす。はい。地盤が緩んでるっす、このクリスタル多分下に落ちるっす。皆さんは危ないので近づかないでくださいっす。その代わり私たちを探しに来てほしいっす。待ってよ、何を言って。うわー、どういうことですか。なんですか。しっかり捕まるのですぞ、リマリン氏。どこにですか。どこでもですぞ。いや、私は掴むものではありませんな。他に手の届くものがないんです。何が起きているんでしょうか。異常診断を検知。待ってるっす、まだ死にたくないっす。指揮官、こちらを。下をご覧ください。はい、エレベーターです。